っかけはね、娘が北見に行ってるものですから、ちょうど遊びに行った時、長野県の高橋真由美さんの人形店があったの。その時この人形を見てね、ああいいなと思ってね、私も家に帰ってるこういう題材は何歩でもあるなと思ってね、やり始めたら止まらなくなっちゃって、また娘方の応援があって作って作って作りすぎあの時は62くらいだったろうか、平成17年だったね、7年だから、作ってる時はもう一気に結構作るんだけども、350くらいあるかも分かんないけども、くれたり売ったりどうしてもって言ったら売ったりしてるからね。あ、そうだね、200くらいもあるかな、どうだかな、分かんない。1体作るのに大体どれくらいの時間かかるんですか？ね、1週間か10日。やっぱり近所のおばあちゃんだとか、小さい頃の思い出だとか。結構できればね、あの人に似てるとか、この人に似てるとかってできるんだ。ハッピーもね、ハッピーも私作って、こういうのは消防団に行って聞いて、どっかの記念の、熱い本見ながらね、消防署長さん教えてくれてたわ。これいい顔してるさ、これ最初に作ったの、これちょっとね、可愛くないけどもいい感じだぞ、これちょっと憎たらしいような感じで重いなって、俵たないてるとか。これは農作業でね、一番最初杭掛けから始まって、だんだん脱穀機、これもこっちで作ったけど、これ動くんだわ。これだって人形だけ立ったら全然目立たないんだわ。こういうのがあるからね、なんていうの、木工があるから、道具があるからいいんだわ。ちっちゃい石持ってきたから、ここどうだ、机もう一つぐらい出してもらったら、机出してもらって、石馬車に使っちゃったから今これね、部分がない、作り直せよ。人形だけ、あと校長先生が小物は小物って木工は校長先生が作ってくれて、だから転勤されるのが恐ろしいちょっと鳩さん、工房見ませんかって言うから、工房に行ってるね、この、ね、あれ爪ができてたの。それよりも私先に馬車、あそこの造材山の馬そりがいたとかってね、いっぱい注文していっぱい作ってもらって、1年楽しませてもらいました。人形作るのやめようかと思った時期あったみたいなそれはどういう、いやもうね、材料集めるったってね、キレはあるんだけど大変でしょ、いろんなもの、もうやめるかなと思ってたらね、ちょうど校長先生がね、また何か作らせて校長先生のおかげでまた復活したじゃあ今こうやって作って楽しいですか？楽しいですよねやっぱりこれないと、やっぱり何もやることないからね。またいつもの冬だったらね、吹雪知らないで作ってるの、今年はちょっと、あれだったけどね、もう夢中になっちゃう、熱中しちゃう今回の市から厚労省になりましたけど、本当に私がもらっていいのか分かんない、小津先生もらった方がいいんじゃないかと思うんだけど、本当にありがとうございます。こんなので賞もらえるなんて思ってもいませんでした。聞かされた時どういうお気持ちでした？聞かされた時まさかと思ったけどね、本当にありがたく受けようと思いましただけど吹雪いたら来ないから八田光様です。八田様は平成3年から児玉会の代表として浜松の歴史を探り、地域活性化につなげる活動を行うとともに、平成17年から浜松区の歴史を彩る創作人形作りを手掛け、多年にわたり地域文化の継承
振興に貢献をされました。おめでとうございます。やっぱいろんな人の目で見てくれれば、私一人でなくて作るのも。こういう人形を通して八田さんはどういうことを伝えたいですか？昔はやはり石油もないしね、電気もね、ランプとかだったさ、学校帰ってきたランプの部屋を磨かされたりね、石炭もないから薪を切りに、ほら姉なんかみんなこういう大きいおにぎり持って道路つけなんかに行って、そういう思いで緩くなかったろうなって、その思い出をね人形にしてみました。で兄なんかもこう漁場に今行ってたしね、昔の人の先人の苦労をちょっと思い出して今も多分まだまだできると思います